スワローズ村上宗隆選手。続いてオールパシフィック外野手部門でファン投票1位に輝きました北海道日本ハムファイターズ万波中正選手です。明日の対戦では早速ですが第1戦第2戦とも試合前に開催されますマイナビオールスターゲーム2024日産 EV ナンバーワンホームランダービーの組み合わせ発表に行きましょう。毎年熱い戦いが繰り広げられるマイナビオールスターゲーム2024日産 EV ナンバーワンホームランダービーです。今年の出場選手とトーナメントの組み合わせを発表していきたいと思います。ではもうすでにちょっと見えておりますが、まず第1戦のレストンフィールド北海道での予選第1試合の組み合わせはオールセントラル読売ジャイアンツ岡本和真選手、オールパシフィック北海道日本ハムファイターズ万波中正選手。予選第2試合の組み合わせはオールセントラル横浜 DeNA ベイスターズ牧秀悟選手、オールパシフィック福岡ソフトバンクホークス近藤健介選手。続いて第2戦明治神宮野球場での予選第3試合の組み合わせはオールセントラル東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手、オールパシフィック北海道日本ハムファイターズアリエル マルディネス選手。予選第4試合の組み合わせはオールセントラル中日ドラゴンズ細川誠也選手、オールパシフィック福岡ソフトバンクホークス山川穂高選手。以上がマイナビオールスターゲーム2024日産 EV ナンバーワンホームランダービーの組み合わせとなります。それでは村上選手と万波選手も出場されるホームランダービーですが、まずは村上選手、組み合わせをご覧になっていかがですか？そうですね、はい、北海道の強敵が相手だなというふうな率直な、はい、感想です。今日きっといらっしゃってるファイターズファンの方もきっと楽しみにしてらっしゃるんじゃないでしょうか。万波選手、いかがですか？はい、まあ、これいきなり、すごいホームランバッター相手なんで、まあ、何とか勝ちたいなと思います。期待ですね、皆さんも楽しみですね。さあ、そしてお二人出られるということで、決勝戦でお二人のホームランダービー期待してもよろしいでしょうか？はい、頑張ります。楽しみにしております。ありがとうございます。皆さんも楽しみに応援していきましょう。さあ、そして次のトークテーマはホームランについて伺いたいと思います。昨年万波選手はオールスターゲーム初出場で2試合連続本塁打と大活躍、 MVP にも選出されました。そして村上選手は現在15本塁打でリーグトップ、あ、17でした、失礼いたしました。もうたくさん打ってらっしゃるということで、増えてらっしゃって17本塁打ですね、リーグトップということで、今目の前にいる子どもたちも明日からのオールスターゲームでのホームランに期待しているんじゃないでしょうか。今年は本拠地開催ということもあり、まあ、お互い気合が入っているかと思いますが、ホームランへのこだわりや意気込みなどありますか？村上選手からお願いいたします。やっぱり打者にとって、僕ら長距離、ホームランが打てる打者にとってそのホームランというのはすごく特別ですし、やっぱり今日、球場の雰囲気をこう明るくできるというか、すごく盛り上げられるものだと思うので、まだ僕自身オールスターでホームラン打ったことないんですけど、打って、はい、どでかい一発打ちたいなと思います。はい、どでかい一発期待したいですね。万波選手、いかがですか？はい、本当にプレーする側も、見てる皆さんも、一番盛り上がるプレーだと思いますし、まあ、そこに対してすごい喜びが自分の中であるので、まあ、一本でも多く打てるようにというふうにはいつも思いながらやってます。まあ、オールスターではやっぱり、はい、ホームラン去年打って、まあ、改めてホームランって最高だなと思いましたし、まあ、そういった舞台で打てるのはより特別なことなので、まあ、今年も打てるように、はい、頑張ります。ありがとうございます。セパを代表するお二人のホームラン、皆さんも期待していきましょう。明日の試合もとても楽しみですね。いよいよ始まるホームランダービーについてまずは伺いますが、まず万波選手、相手が去年の優勝の岡本和真選手が相手になります。はい、どういったバッティング見せてくれるか、意気込みをお願いします。そうですね、ちょっとすごい強敵だなと思うんですけど、まあ、僕今回のホームランダービーは一番遠くに飛んだホームランを打ちたいなと思ってるんで、まあとにかくそうですね、あの辺まで飛ぶようなそん
んな一発をしたいなと思います。では村上選手、神宮球場でのホームランダービーもちろん初めてかと思います、はい、ファンの皆様にどういったバッティングを見せたいか意気込みをお願いします。まあ、ホームランダービーなかなか、まあ、出場してるんですけどなかなか優勝することができてないので、まずは優勝を目指して頑張りたいなと思いますし、はい、僕も遠くに球を飛ばすのが得意なので、遠くに球を飛ばせればなと思います。決勝は神宮球場両方立つかと思いますが場外まで飛ばしたいなどもあるんでしょうか。いかがでしょうか。あります。あります。はい、お二人の決勝での対戦もすごく楽しみにしています。その後の声もお願いいたします。あら、マイキュー、いいですか。